2019年司法書士試験筆記試験合格者の池本優子と申します。まずはじめに私の伊藤塾での受講履歴からお話しいたします。私の伊藤塾での受講履歴は2016年合格目標の入門講座、2019年合格目標の中上級コースを受講しておりました。その他にも不動産登記、卓一集中演習講義などを受講していました。今年4回目の受験で合格をすることができました。次に私が司法書士試験を目指そうと思ったきっかけをお話しいたします。私が大学生の時に祖父の遺産のことで相続が起きました。その際いろいろな問題が発生し、仲が良かった親戚が揉めてしまい悲しい思いをしました。その時法律という知識を使って困っている人を助けたいと思ったのが法律を学ぶきっかけでした。ですが私は法学部でもなく法律の知識は全くありませんでした。そのため一般企業に就職をして働きながら行政書士試験を受け、合格したら仕事を辞めて司法書士試験を受けようと決めました。その次に私が伊藤塾を選択した理由についてお話しいたします。私は伊藤塾に入塾する以前、違う受験指導校に通っていました。ですが私の学習のやり方が合わず、このままで合格できるんだろうかと不安になり、伊藤塾の入門クラスのガイダンスがまだ行われている最中だったことを知り、助けを求めるようにガイダンスに参加いたしました。そのガイダンスの際に山村講師に相談をさせていただきました。私が学習法について不安だと言うと、山村講師は大丈夫、私のやり方についてきてくださいと言ってくださり、4月から始まっていた入門クラスを5月の下旬から途中参加をし、受講を始めることにしました。次に入門クラスで良かったところをご説明いたします。私は以前から登記について不安要素が多くあったのですが、山村講師の教えてくださる答案構成はとても丁寧に手順が組まれていて、初めて学ぶ私でも理解が早く、答案構成を作ることによってミスが大きくなくなりました。4回受験を私はしていますが、山村講師の答案構成のやり方は変えることなく、自分がミスしやすい部分だけを付け加えてアレンジをして点数を伸ばすことができました。また入門講座を受講していて一番良かったと思えたところが、同じ目標や夢を持つ大切な仲間に出会えたことです。入門講座ではクラスの人と関われる機会が多くあり、環境や年齢も全く違いますが、同じ目標を持った仲間は時には相談をしたり、お互いに問題を出し合ったり、ご飯を食べて息抜きをしたりしました。同じ勉強をしているからこそ分かる苦労がある大切な仲間だと思います。また合格者の方やすでに事務所で働いている先生方にも多く会える機会があります。受験生の私にとっては早くこうなりたいと思える刺激の場でした。お仕事の関係なので通学が難しい受験生の方もいらっしゃると思いますが、通学が可能な方はぜひ校舎に足を運ぶととてもいい刺激になると思います。また私は司法書士試験を受験する前に行政書士試験を受講しているので、科目が被る民法、憲法、会社法などは一度学習をしているため、入門講座受講中は知識の整理もしやすく、アドバンテージになり行政書士試験を受験していてよかったなと思いました。合格後にダブルライセンスを持っていることで仕事の幅も広がると思います。次に私が講師の言葉で印象に残っていることをお話しいたします。入門講座では授業の合間に山村講師がいろいろなお話をしてくださるのですが、私はその時間がとても好きでした。その時にずっと感じていたのはゴールへのイメージです。私の学生時代の友人で法律を学んでいる人はあまりいません。その中でどうしてこんなに続けられるのと言われることがありました。4回受験をしましたが、私にはこの試験を諦めるというゴールがありませんでした。何度も不合格の文字を見るたびに、もうやめてもいいかなと思ったこともありましたが、山村講師に言われた
ゴールへのイメージをいつも強く持ち続けることを意識しました。直前期は精神的にも体力的にも辛い時期ですが、そんな時こそ今上がっている途中と思って自分自身に言い聞かせました。なので今でもその言葉はずっと忘れません。次に合格のために大事だと思うことについてお話しいたします。それはとにかく諦めないことだと私は思います。私も受験回数が多くなり、回数が増えるごとに不安やプレッシャーも増えていきました。ですがやりたくないと思った日でも必ず教科書を開いて知識を逃さないようにしていました。少ない時間しか勉強時間の取れない日は電車の移動中に条文やひな型を読んだりしていました。小さな日々の努力の積み重ねがいつか大きくなって自分の力になると思います。最後にこれから始める方、学習の方にメッセージを送らせていただきたいと思います。私も始めた頃は全くの法律の初心者でした。法律用語すらわからないというところからのスタートでしたが、行政書士、司法書士とステップアップをして資格を取ることができました。法律を学んだことのない方でも続けることによって結果が出せる試験だと思います。また勉強を進めていくと必ず悩んだり壁にぶつかったりすることがあるかと思います。そんな時は自分自身が司法書士になりたいと思ったきっかけや夢を思い出してみてください。努力をした先には必ず自分が納得する道があります。私も合格した時にはたくさんの人の笑顔がありました。この合格は私だけの力ではなく、周りの人の応援であったり支えてくれた人のおかげだと思っています。皆様も自分の目指す夢のゴールに向かって進んでいっていただければと思います。